とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたね。ということで、今日はタワーを初見攻略していきたいと思います。昨日生放送でやろうと思ったんですけども、ちょっとね、119の消防団の訓練がありまして、行けませんでした。今日は、一発で行きたいと思います。ちょっと、10日?おかしくない?タワーの切り替えがあと10日になってますね。早いよ。だいたい13日ってなってるはずなんだけども、次は水曜日じゃないな。次の更新水曜日じゃないっすね。まあまあ、とりあえず行きましょう。それでは、行きますね。27回って結構中途半端っすね。なんか中途半端な回数だわ。ああ、ポーションバリアが最初からついてるね。でもこれは最後までは使っていけない感じか。あ、ここ?あれ?この前の1階と一緒じゃん。この前の1階と一緒ですね。でも敵がそんなわらわら出てくる感じでは、おい!すっげえな!びっくりした!おい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 、いきなりかい!いきなりだよ。いきなりエンチャンターが。あんなにいるか。はい。お、マグマキューブも、嫌だね。最初から結構嫌な敵が多い。でもまあまあ一回だからね、そんなに攻撃力はないので。あぶね、ちょっと待って。ジオマンサーもいんの?結構一回からやっぱり、作り込んできてますね。あ、いった。ちょい、まずはジオマンサー。よし、終わりでーす。矢が出てきてくれれば嬉しいな。出てこない。よし、一回クリアでーす。いやー、魂のフィストがある。珍しい。まあ、そのまま行きまーす。んで、ここか。ここは大体、最後の方に来る感じなんですけどね。珍しくこれが2階に来てる。珍しい。だいたいね、これ最後の、ほんと5個手前とかそれぐらいに多いステージなんですけどね。はいはいはい。でも初期装備でこの広さはなかなか難しいところがあるな。はいはいはい。おお、出すぎ出すぎ出すぎ。出るね。ほんとに。でもまあまあ、まだまだ攻撃力は低めなんで余裕だね。終わり?まだ来るんかい。まあまあ、おしまいでしたね。はいし。おお、ここ落ちやすいんだよね、この階って。今回は落ちなかったけど。2階クリア。めぼしいものないな。あー、亀は持っていっていいかもしんないけども、まあまあ、まだ弱いし、そのままできます。おわ、珍しい。久しぶり来たね、ここ。最近あんま見なかったけど、久しぶりにここの階層が出てきましたね。珍しいな。まあ、とにかく、囲まれないように、やっていきましょうか。大丈夫とは思うけどね。もう昔みたいにネームドがわらわら湧くこともないし、大丈夫よ。危ねえ。終わりか。あと上に何体かいておしまいかな。いや、なんか最近もね、あのタワーにしては簡単かな。特に何の問題もなく、いけてるね。おお、パープルストームで、花火。いや、でも花火ね、最初の方の花火持っていっても、ダメージ少ないから、これはパワーシェイカーでいきます。おお、ここか。なんか懐かしいステージが続きますね。一応緊急、危ねえ、危ねえ。緊急用のパワーシェイカーと思ったらいきなり使った。
よし。ああ、くそ。凍結で。思いっきりやられるな。待て待て待て。おパオ。あぶねえ。ああ、当たってない。思いっきり空振りしてた。よし。終わりかな。はい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 。まあ、花火でもよかったかな。んー、いやー、でも難しいか。黒斑。いりません。いいかな、そのまんまで。んで、ここ。はいはいはい。ほんとあれだね。一番最後の方に出てくるはずのステージが、最初から来てる感じですね。よっしゃ。うわー、めんどくさいな。くそ、敵が多い。あぶねー。ちょ、待って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 。よっしゃ。おぶれ。ちょい、待って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 。あぶねー。あぶねー。よっしゃ。じゃあ終わりだ。ちょっと危なかったな。でもまあまあいけましたね。位置取りだね。うん、弓に当たらないようになんとかしていけば大丈夫そうですね。んで、あー、闇アーマーもまあいいかなと思うけども、いいか。HP が1600の35%。まあ、まだそんなに変わんないね。うん。まだ取らなくていい。で、エンチャントもね。ポーションバリア一応入れとこうかな。一応ポーションバリアだけ入れとこう。なんかちょっと、不安になってきた。これでいきます。そろそろ、攻撃力が、足らなくなってきたんで、欲しいな。なんか武器が1個欲しいところですね。でもまだなんかね、良さそうなやつがないのよ。やべえな。パワーシェイカーで突っ込まんとちょっと厳しいかな。 OK。 あ、お前もいるんかい。まあいるだろうね。よし。で、リープリーフいないならいいかな。 OK。 リープリーフいないなら余裕です。6回クリア。意外と難しいかも。うん、ちょっとやられる感じもあるので、ある程度気をつけていった方が良さそうだね。槍か。変えようかな。ビーハイブも悪くないね。うん、雪玉も入ってるし。いや、でもここは武器でしょ。武器をそろそろ変えた方が、火力がちょっと足りないんでね。んで、チェーンは1入れて、エーリを入れていきましょう。で、ここか。はいはいはい。この深海ステージはさ、攻撃力高いやつが多いんで、ちょっと注意しないとね。特にこのトライデント。危ねえ。よいしょ。もういないかな？もう来ない？しゃ！危ねえ。あー、息ができない！やぶねえ。まあ、特に問題なし。7回クリアです。んで、ここは、ドラでしょ。まあ、ボスがね、いつ来てもいいように、ドラを持っていきましょう。はい。おーい、お前も出てくるの？お前も出てくるんかい。ちょっと待て。嫌な場所だよ、ここ。結構嫌な場所。
ちょっと待って、シュルカーいる。ここめんどくさいな。ここはめんどくさいですよ。でも、まあ、あんまり前に出すぎないなら、いけるか。大丈夫ね。こう、スイッチをさ、一個一個こう押していかなきゃいけないのは、めんどくさいよね。どっか一個当たりとかであれば、嬉しいんだけど。これ全部しないと、開かないもんね。ああ、固まった、危ねえ。よし、まあ、敵は倒した。んで、あと一個。終わりだ。結構めんどくさかったですね。結構めんどくさい。で、8回クリアです。あー、ボーンクラブもいいなー。バーストか。ないよりはマシだけどね。持っていくか。一応さ。んで、なんかねえかな。ああ、冗談か。冗談に入れとけ。行きましょう。どんなやつが出る？めんどくさいやつ来ないでよ。まあでもここで、安全に行けば、大丈夫でしょう。問題なさそう。よし。あ、これ当たるんかい、ここ。当たんのかい。よし。あと1体。あ、まだ結構いた。終わり？ 9 回クリアでーす。で、次が商人。で、ボスか。あー、エレメントの鎌持っていこうか。珍しいね。うん。エレメントのカバンだ。ボス誰だろうね。2体来たらきついな。何あげる？何あげよっか。まあ、傭兵だろうな。傭兵でしょう。90か。でもエンチャントがね、まあまあ、ポーションバリアだけか。はい。では、ちょっと、テープ交換をしますね。それでは、ボスですね。行きましょう。何が来る？なんだろう？ 2 体来た！最悪。あー、ラストね。あぶねー。まあ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 。ちょい！意外とめんどくせえぞ。よし。嫌なやつ。オッケー。あぶねえ。ちょっと待ってよ。よし、オッケー。ガストからでよかった。ネクロの方から倒すとちょっとめんどくさかったですね。ガストの方が正解です。ここで輝くロープか。でも、上げちゃった手前使いたいんだよね。まあいいか。いや、クールダウン欲しいよ。こっちだ。こっちにします。まあまあね、ボス専用だったと思えばいいか。それでいいっす。やっぱね、カバンがあるので、輝くローブがね、すごく強くなるんだよね。これで行こう。特に問題ない敵ばっかりか？今のところは。いいね。やっぱりカバン、強い。カバンはいい。でも当たるならね、外れたら別に、どうってことないけど。当たった時の
カバンの強さっちゃないね。オッケー、特に問題なし。12回。へえ、なんかこういうの出るね。でもまあ使わないけどさ。はいはいはい、あ、雷の矢筒ね。パワーシェイカーがもうちょっと微妙になってきたか。いや、いいか、もうちょっと使うか。うん、もうちょっと使いましょう。いや、別になんもないな。なんもねえな。使いたいやつがなんもない。まあまあ、長弾を入れるぐらいか。と、鋭利でパワーアップさせときましょう。で、ここね。え、違う？え、これ初めて？あ、違うな。初めてじゃないな。あー、何してんの？あっぶねえ。死ぬとこやったぞ。あっぶねえ。死ぬかと思った。あ、でも今のはほんとパワーシェイカーに感謝ですね。はいはいはい。まだいる。まだいたんかい。で、こっち側。あれ、いない？何もいない。ああ、上の方か。はいし。問題なし。13回クリアでーす。キンドラーか。まあ、いいか。で、怒りね。もうユニークはさっき出たんで、もういりません。行くぞ。で、ここか。はいはい。OK です。どう戦う？真ん中じゃなくて向こう側に行くって言ってもあるよね。ああ、よし、これ不意のなんか来たらやばいぞ。大丈夫か。あ、こちらもう出ない。こっち終わりだ。よし、ならもう問題ねえかな。よし、終わり。14回特に問題なし。もう中間地点突破したね。で、おー、6% 吸収があるか。んー、でもまあまあ、クールダウンついてるあっちの方がいいね。で、もう商人？早いね。パワー。何でも良さそうな気がするけど、まあ、でもやりたー。まあまあ、悪くないか。この中ではもうこれだな。99。それなりになったでしょう。1500の 30%、33% アップか。うん。いいじゃないですか。ダメージ2000ぐらい。まあ、パワーシェイカー使うよりは、普通に叩いた方がダメージが出るようになったね。OK です。よっしゃ。まあ、槍のね、こういう戦い方。これで、やっていきましょう。ちょっと待て。息が持たなくなってきた。よし。しゃ。しゃ。あぶねえ。いや、別に難しくはない場所が続いてるね。途中どっか難しかったけどね。クロスボウ変えるか。いいと思う、いいと思う。無限もあるし、マルチショットだな、これだったら。火力上げよう。マルチショットと、おお、今流行りの。ああ、でも連鎖反応って言っても、爆発系がついてないもんな。加速の方が良さそうな気がするな。いいか。うん。これの、速射でいいや。ここね。
あったあった、よくわからないパズル。ちょっと待って、結構 HP 高えぞ。待て待て、あー範囲が狭い、範囲狭い。まあそんなもんか。 OK、 あとは上にいるだけか。うん、分かりづらいこれ。正解が毎回変わるんだよね。違う、あ、こういってこうだ。はいはい、で10でマイナスで、これで終わりだ。あ、なるほど、このマークか。そうかそうか、よし、変なのいるなよ。クリーパー集団とかいたら終わるけどね。よし、終わりでーす。17回クリア。あと残り10回。長いね、相変わらず。いや、そのまま行くか。HP 結構違うな。うん、ボスだからね。ボスだからちょっと上げていきたいな。これでいきます。え？なんか変な場所じゃない？雷フォーカスでエレメントのカバンと思うけど、いいや。え、なんだここ、初めて、初めてのボス戦だ。まあ行きましょう。ということあれか、ガーディアンか。おお、古代のガーディアン、マジで珍しい、珍しいね。ちょっと待って、空気はあそこだね。ザコも出てくるでしょ。オッケーオッケー、ちょっと待って、息ができないな。急げ、ナイス、はい、こっち来い、よし。あー、めんどくさいなこいつ、めんどくせえな。ちょっと待って、パワーシェイカーを回復させときたい。で、ちょっと息もできない。よし、はい、おいで。当たってる？オッケー、倒した。ドラが当たってるかどうかちょっとよく分かんなかったよ。はい、まあまあ問題はないですね。いいね、いらない、いきましょう。もう前回の2階だね。おー、で相変わらずそいつがいるわけか。ちょっと待て、めんどくさ。よし、 OK、 あっぶね、かなり攻撃力あるね。で、こっちの方にもエンチャンターがまだいるんでしょ、どうせ。あぶねえ、どうせいるんだ。いや、いないか。いや、いたいた、エンチャンター多いけど、まあまあ攻撃力アップされて困るやつがそんなにいなかったんで大丈夫だね。 OK、 あー、で、パワーシェイカー来た、変えよう。あー、スケールいいね。うん、ダメージ軽減もついてるし、攻撃力もアップするので、ここスケールでしょ。うん。に、スケールに、クールダウン入れて、プラスで、タンブルビー、あー、いやでも、羽ぴょんあんましないならな。1でいいや。うん。まあ、転がったら、1匹、たまに出てきてくれるんで、これでね、
下げ取ってくれれば嬉しいよ。このね、ターゲットを取ってくれるっていうのは本当にね、いいのよ。別に攻撃力はそんなないのよね。あぶねえ、間違えて使っちゃった。ああ、仕方ない。ちょっとちょっとずっと、あぶねえ、あぶねえ、やべえ、息ができないかと思った。よし、あぶな、ギリギリやったね。ちょっと ポーションバリアと思って使ったら、これポーションバリアついてないでしょ。ミスったー。クリアでーす。20回。はぁ、あ、はぁはぁ。なるほど。まあ、いりませんかね。炎の矢筒にしてもいいかもしんないけどね。ここか。珍しいな。まあ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 、クールダウンを入れときましょう。ディープリーフ来るでしょ、どうせ。もう、攻撃力が足らなくなってきたね。よし。嫌なやつ。オッケー。まあ、一撮りでなんとかなるね。オッケー。ナイス。まだ来んの？ちょい、待て待て待て。めんどくさい。よし、ちょっとリーフリーフ多めだったけども、まあまあ多めっていうか2匹だったけどね。あー、もうここ嫌。よし、はい、終わり。いいね、槍の戦い方はこんな感じですよね。ちょい待って、お前をまず倒したい。奥にいる？なんか。何がいる？あ、お前だけか。なら問題なし。21回クリア。今回の頂上のボス誰だろうね。誰になるだろう。ツルハシか。まあまあまあ、これは、いらない。炎症の、やつ、タワーではいいのかな？タワーではさ。いや、やめとこ。別にいらない？うん。そんな慣れないやつは持っていかない方がいいでしょ。でもパワーシェイカーをもうほんとそろそろ変えたい。どんな感じですか？はい、はい、はい。なるほどね。なるほどね。あぶねえ！あぶな、あー、なるほど。お前らがいるんかい。嫌なやつ。ちょい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 。まあ、一撮り、なんとかすれば、いけるでしょう。あぶねえ。ちょっと待って、風使いがうっとうしい。風とあの、毒のコンボが、やばいぐらいうっとうしい。よし、でもまあ、終わりでしょう。まあ、矢がね、たくさんあるんで、なんとでもなります。22回クリアでーす。いらない。あー、ここか。俺、ここのステージ嫌いなんですよね。ここ嫌い。でも槍があれば、まあまあ、問題なしか。あ、問題なし。うんうん。槍優秀。最高だわ。ちょっと待って。こっちめんどくさい。で、もう一箇所あるんだよね。ああ、ここで HP 減らされたくないのよ。しゃ。OK。いいね。
で、どんな感じだい？お前もいるのね。特に問題なしか。うんうん。危ねえ。大丈夫。うんうん、矢を撃ってれば特に問題なくいけてるね。ちょっと待て。おいおいおい、えぐいな結構。しゃあ、お前よし、いけた。結構嫌な敵が多い。うん、23回ちょっと注意かもしれないですね。特に槍を持ってなかったら、槍なかったらここは結構厳しいかもしれない。あれ、どこ、ああ、お前か。はいはいはい。お、やった。もう矢はね、腐るほどありますね。オッケー。傭兵に変えていってもいいけど、どんぐらい？あー、いや、こっちの方が全然だな。そのまんま行きます。うん、あー、アップドラフト変えた方が良かったか。まあいいや。もう槍でいい。もう今回槍で行く。何がついたの？これ金細工だよね。あ、ああ、ああ、ダイナモ2。ダイナモ2です。まあいいんじゃない？そこそこ。火力アップできそうだし、ここか！嫌な場所。これさ、今回、周回するの絶対時間かかるよ。これは絶対周回時間かかるでしょう。嫌だなぁ。これ20周するの相当辛いよ。あぶね、もう。いった！息ができない！やっべ！あー、もう！戦う場所だ。うん、こっちの方で戦う。あ、あそこにあるんかい。あそこにあるんかい。教えとってくれ。あそこにあるならもうあそこがいいじゃん。もう、ちょ、完全にやられたわ。よし、深海エリアはもうこれがあるから嫌だよね。よし、もう息するとこさえあればね、もう何とでもなんのよ。ちょっと待って、ガーディアン多すぎない？ガーディアン多いな。よし、いっとけ。よーし、もう息ができないわ。はい、どうや。よし、とりあえずここ倒しとこう。まずさ、めんどくさいんでここを倒してから。あいつはいいか。ここがめんどくさいのよ。ここが、ああ、もう一箇所いけたな。でもね、ゆっくり行かないと逆に時間かかることになるんで。よし、オッケー。まあクリアですね。ああ、もう息できるとこがあそこにあるとはミスったな。でもまあまあまあ、まだありますしね。行きまーす。森の矢筒でしょうね。26回、ここ初めてか。初めてだね、見たことない。
ちょっと今この敵が出てくるよーの印の前に湧いてたじゃん。珍しいタイプだな。でなんかこういうのね、押していかなきゃいけないっていう、うん、今までにない感じだけども、確かに戦いにくいな、この壁が結構あってさ。オッケーオッケー、でもまあ問題ないか、いけるね。しゃ、おいおいおい、えらい場所だな。でもまあまあまあ、森の矢筒でいけたね。あぶね、嫌なやつ、あそこどうするか。ちょっと待って、また湧いたぞ。え、無限湧きなわけないか。無限湧きなわけはないよね。あぶねあぶね、お前まだいるんかい。ちょっと待って、また湧いた。え、無限湧きかもしんないね、これ。え、こっちに行ってみたら？あ、あー、湧いてる。あ、なるほど。あれ、無限湧きっぽいね。で、もう一箇所あるんだ。あー、あったあったあった、ここか。いるんだね、それで。オッケー。なるほど。この回ちょっとめんどくさいね。まあ、一応クリアでーす。ラストボス、ああ、最後に花火持ってくか。うん、持っていきましょう。エンチャなんか入れましょうか。速射だなと。あ、ライフブーストいいね。こんな感じで行ってみよう。何が来る、ボスは。あ、2体。お、あー、出た。ちょっと待って、あいつは昨日倒せなかったやつだ。ちょっと待って、いや、もしかしたらなと思ってたのよ。やっぱりか。うん、あのね、普通じゃね、ダメージが入んなかったのよ。で、コメントをもらった感じでは、まずは、矢で、シールドを破壊して、倒せるみたいに書いてあったんだよね。近接では、シールドは破壊できないみたいで、まずは矢で、あ、本当だ、矢で破壊できる。でもそんなに、めちゃくちゃ破壊できるわけじゃないね。おいおい、かってえな。なるほどね。近接最初からやっても、勝てませんよってやつだ。おいおいおい、これ、めちゃくちゃきついぞ、ここ。よし。OK。もう全部矢がいいね、ここは。近寄らずに。あぶねえ。あっしゃー、いけたー。27回クリアです。まさかのあいつが来た。昨日戦っといてよかったー。近接だけでね、倒せなかったのよ。よかったー、勝ちました。何が出る、どうだ。あー、よくないね。おー、今ばやり、今ばやり。うん。ヒューズショットからもう連鎖反応起こるみたいだから、まあ、使えなくはないけども、でも、この弓じゃなくてもいいよねっていうところだよね。次。はい、違う。グリーンメナス。あー、よろしくないですね。はい。ということで、初見攻略1回やられましたけども、クリアできました。ちょっと、難しいかな、今回も。うん。なんで今度攻略動画なども出します。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。